今回書いていただいたものも千葉県のね、県庁の中で飾られるんじゃないかなと思います。ということで小島さん書けましたか？お待たせしました。はい、書いていただきました。いきます。はい、ご発表ください。千葉ラブ、千葉ラブ書いていただきました。ありがとうございます。緊張した、ちょっとハートの絵につながっちゃった。でもすごいお上手ですね。やっぱりですか？で、可愛らしいお顔やとも達筆です。皆さんカメラを構えてね、よかった。はい、お撮りいただいておりますが、千葉アピールできましたかね？いや、これは皆さん届きましたよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひ今書いていただいたこちらの千葉ラブをですね、この後千葉県ブースで飾っていきたいなと、はい、思うんです。早速飾っていただけるんですか？皆さん千葉県の方々もいいですよね、ブースに飾って。ありがとうございます。はい、皆さんも一緒に、ね、拍手いただいております。ありがとうございます。ということで小島さんのお気持ちも皆さんに届きました。ちょっと、もうやっぱ緊張する。あ、しますか？もう無理です。本当ですか？やっぱ一発ですよね。もう今日で終わり。初動パフォーマンス。でも、これだけやっぱり形に残っていただきましたから。いやいやいや、本当にしんどい。さんま御殿の時ぐらい緊張した。もうきついです。皆さんに見守られるとどれくらいですか？お待たせしています。ございます。これからも私たちの応援をよろしくお願いします。せーの、ありがとうございました。山本応援していますというね、看板持っていただきました。どうもありがとうございます。はい、山本行きましょうね。はい、ありがとうございます。さあ、こちらレゴブロックで応援熊本城ということで、昨日も皆さんにね、たくさん応援メッセージを書いていただきまして、後ろ見えますかね、このね、熊本のちょうど真後ろにあります、緑色のブロックで、大きな大きなこのね、土台が今もう完成しようとしています。ぜひね、皆さん、こちら、本当に皆さんのこうメッセージを書いていただいて、完成したこの土台ですので、ぜひぜひこの後皆さん見ていってください。皆さん、本当にたくさんね、出演していただきまして、そしてこうして、土台作ることができました。
はいかがでしたでしょうか。中国地方5県の魅力伝わりましたでしょうか。中国地方5県に行ってみたいなと思っていただいた方、手を挙げていただいていいですか。たくさんの皆さんね、手が上がりましたので、今度は中国地方5県で皆様のお越しをお待ちしております。お越しいただきました皆さん、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。改めて大きな拍手をお送りください。いやー、もうグランドフィナーレにふさわしい、とても豪華なステージになりましたね。さあ、以上をもちまして、ツーリズムエキスポジャパン2016ディスカバーウエスト連携協議会ブースのステージプログラム全て終了となります。もうね、最後にこんなにたくさんの方にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。